エレオノーラ・ゴンザーガの肖像は、イタリア、ルネサンス期のベネツィア派の巨匠キツアーノベチェッリオが1536年から1538年に制作した肖像画である、サイ・マントバ公爵フランチェスコ2世、ゴンザーガの娘で、ウルビーノ公爵フランチェスコマリーア1世、デッラローベレと結婚したエレオノーラ・ゴンザーガを描いており、夫の肖像画と大作品となっている。 デッラ・ローベレ家、メディチ家のコレクションを経て、現在は、フィレンツェのウフィチ美術館に所蔵されている。エレオノーラの夫を描いた、大作品、フランチェスコ・マリー・アデッラローベレの肖像。同じくウフィチ美術館所蔵。1537年11月7日に、ピエトロ・アレティーノが、ベロニカ・ガンバラに宛てた手紙から、当時、ティツヤーノが、ウルビーノ公爵夫人エレオノーラと彼女の夫。 フランチェスコ・マリアの肖像画を完成させていたことが分かっている。1536年1月、公爵夫人は、ベネツィアの大使にもし、キツヤーノが彼女の住んでいたペーザロを通ることがあれば、キツヤーノに肖像画を描いてほしいとの希望を書いた。キツヤーノは1530年に新生ローマ、皇帝カール5世がボローニャで退官した当時すでに、夫、フランチェスコ・マリアと共に、 エレオノーラの肖像画の制作を公約していたに違いない。1536年9月からエレオノーラがベネツィアに滞在したため、ティツィアーノはフランチェスコ・マリアのために構想していた全身像の肖像画のアイデアを放棄し、タイとなる夫婦の肖像画の制作に向かわなければならなかった。実際、当時のイタリアではまだ女性を全身像で描写する習慣は普及していなかった。 したがって、エレオノーラの肖像画は1536年から1537年の秋冬に、夫の肖像画の少し前に描かれた。ウルビーノのビーナスの画面右に描かれた小型犬。座っているエレオノーラゴンザーガは、左からの4分の3正面像として描かれている。彼女は、当時の北イタリアの貴婦人の間で非常に人気があったマントバ公爵碑。 イザベラデステのファッションを取り入れた金の刺繍が施された頭飾りを身につけている。ドレスは豪華な暗いベルベットであり、多くの金色の蝶結びがあり、白いシルクで覆われたネックラインは宝石をあしらった金製の象眼細工が施されている。この色彩はデンダローベル家が継承したモンテフェルトロ家の色を思い起こさせる。袖には上品に振られたシルクのパフが出ている。 ベルトは両端にタッセルがついた金色の紐製で真珠とルビーが埋め込まれた黄金製の頭部を持つ黒点の毛皮が吊るされており、公爵夫人の右手はその黒い毛皮を投げている。彼女はまた三つの真珠のペンダントがついたチェーンネックレス、ティアドロップの真珠のイヤリング、指輪など他の多くのジュエリーを身につけている。背景は灰色の壁であり画面左の開いた窓から 遠くの森の風景が見える。窓の下には緑色のテーブルクロスで覆われた小さなテーブルが置かれ、その上にはニモウの小型犬が寝そべり、また金色の肖像をいただいた時計が置かれている。これらは象徴的な要素であり、キツヤーノは他の絵画でもこうした要素を用いている。例えば、小型犬はウルビーノのビーナスの犬とほとんど同じであり、忠実さを象徴している。 時計は、美術史美術館のファブリツヨ・サルバレージョの肖像、カンザスシティのネルソン・アトキンス美術館のアントワールド・グランベルの肖像が、プラド美術館の時計を持った紳士の肖像に登場している。それは永遠を象徴し、おそらく結婚における永遠の忠実さ、または節制を意味し、あるいはまた時間の経過により、メメントモリを表すこともある。 単に、ステータスシンボルと解釈することもできる。結局のところ、ウルビーの広告が、そのような工芸品を収集しており、かつて、キツヤーノ自身が、アウクスブルクの時計職人によって制作された品を、購入する仲介をしたことが知られている。1537年11月、エレオノーラに届けられる前に本作品を見たピエトロ、アレティーノは、 公爵夫人とその美徳に敬意を表したソネットの中で肖像画について言及し、特に公爵夫人のティツィアーノの様式が広げた色の結合と、調和、穏やかな精神、誠実さ、謙虚さを称賛している。作品は1538年にペーザロノビラ、インペリアーレに届けられた。絵画はデルダローベレ家の血筋が途絶えるまでその地にあり、17世紀に、 フェルディナンド2世でメディチと結婚したビットーリアデッダ・ローベレの持参金の一部としてフィレンツェに移された。ウフィチ美術館の版画部門には19世紀の作品の複製が所蔵されている。ありがとうございます。